大東亜戦争が終結した直後、ソビエト連邦に捕獲された日本人が労働を強いられたシベリア抑留。これは地獄のような日々を生き抜いた日本人と子犬の物語である。終戦直前の昭和20年8月9日、ソ連が日本に対して宣戦布告。満州や朝鮮半島の日本領へ侵攻を開始し、その数日後である8月14日、日本は降伏の意思を示した。これ以上の戦争は意味をなさない。しかしその後もソ連の侵攻は止まらず、日本兵がすでに武装解除しているにもかかわらず、軍人、民間人問わず多くの日本人が捕らえられ、ソ連の収容所に送られた。寒い、日本に帰りたい。マイナス30度にもなる極寒地で、彼らは十分な食事を与えられず、栄養失調に陥る者が続出した。ペースが遅い、早く作業を進めろ。いたっ。抑留された日本人およそ57万5千人のうち、死者の数は5万5千人、およそ1割の人が劣悪な環境下で命を落とすほどの有様であった。時は経ち、昭和28年頃から赤十字や日本からの荷物が届くようになり、抑留者に対する処遇は多少ばかり改善した。しかしそれでもいつ帰れるのかわからない暮らしは辛さの極限であった。俺たちはいつになったら日本の土を踏めるのだ。もう少しの辛抱だ。そんな中、ある時日本軍の一人が黒い子犬を拾ってきた。みんな、こいつ元気がないんだ。何か食べさせるものはないか。バカ、俺らの食料も限界ギリギリだ。犬に食わせる余裕はない。それにソ連兵にバレたら厄介だ。しかしそんな中、俺の晩飯を少しやるよ。俺のもいいぞ。一部の抑留者たちは各自わずかな食事を少しずつ分け与え可愛がった。初めの方は追い出せとの声もあったが、これまた誰からともなく、みんなで飼おうという雰囲気が広がり、ソ連兵の目から隠しながら飼うことになった。黒い毛並みから黒と名付けられたその犬は、愛想も良かったため皆に可愛がられていた。よし、いい子だ。お前は本当にいつも元気だな。しばらくしてクマは立派な政権になり、隠し通すことが難しくなった。貴様ら、それは何だ。ソ連兵の中には拳銃を抜く者もいた。待て、撃たないでくれ。どけ、貴様も撃つぞ。しかしあまりにも日本人がかくまうので、ソ連軍はクロを殺すのを諦め黙認した。時は流れ、昭和31年、抑留者たちはやっと帰国できることとなった。やった、やっと祖国に帰れる。しかしクロを連れて帰ることは非常に難しかった。今の日本の権益は厳しいぞ。残念だが、諸々の手続きを考えると日本に連れて行くのは不可能だと思う。そんな。日本に帰国する当日、抑留者たちは泣く泣くクロと別れることとなった。ごめんなクロ。そして抑留者たちはハバロフスクからナホトカの列車に乗り込んだ。じゃあなクロ、元気でな。そしてナホトカに到着すると、引き上げ船港湾丸が来ていた。ついに俺らの戦争は終わったんだな。ああ。そして船はゆっくりと動き出した。すると抑留者の一人が岸壁を指さして叫んだ。黒だ、黒がいるぞ。なんでこんなところに。誰かがこっそり黒を帰国列車に乗せたのか。真相はわからないが、とにかく黒はナホトカまで来ていたのだ。黒は氷の海に飛び込み、割れた氷を渡り歩いて追ってくる。戻れクロ、死んでしまうぞ。岸に帰るんだ。このままクロが死ぬのを見届けるしかないのだろうか。そんな空気が漂い始めた頃、船はゆっくりと止まり出した。事の次第を知った船長が船を止めたのだ。縄ばしごで降りた船員がクロを抱き上げた。やったー、まったくバカなやつだ。甲板に響く歓声、クロはブルッと体を震わせて全身の氷を振り払い、尻尾を嬉しそうに振った。よかった。みんな涙が止まらなかった。そのままクロも舞鶴港に帰還し、近くの住民に引き取られることとなった。収容所のような過酷な環境の中、
私たちの心の支えになったのは黒だった。11年間過酷な抑留体験をした井上さんは、黒の話をする時だけは目を細めた。日本人のことを黒は命がけで追ってきた。互いに苦しかったからこそ心が結びついた。辛く長かった日々の中で、そこだけが今も輝いている。